はい、今ねどこにいるかというとね、北海道の旭川にいます。旭川って言ったら北海道2番目に大きな都市ということで、人口で33万人ほど、本日は令和2年2020年の、9月の18日夜、10時ぐらいですね。まだ電車走ってます、旭川駅ということで、20年ぐらい前までは一応こういう感じで人口増加してたんだけど、それからちょっと人口が減ってきてるということで、今33万人ほどちょっと減ってきてます。それでも一応ね、まあ、札幌とは差がありますけど、人口でいうと2番目に大きな北海道の都市ということで、ね、思います。でその駅前ということで結構立派ですね。おめでとうございます。旭川の駅でイオンがこちらにあって、であっちがね、病院があるんです。でワイズホテルとかルートインとか、ホテルウィングとかね結構ありますけど、で今ちょうどこの買い物通りってあって、買い物通りをね歩いてるところです。でそっち側がワイズホテル、あとは、病院があります。あとはルートインね、こんな感じになってます。でそんな感じで結構この辺り友達いるんじゃないかな。でこっち側が、買い物通りということで、これ駅前から八条通りまで、駅からだんだん1条2条3条4条5条6条7条8条行くんだけど、その8条まで1キロぐらいずっとこの買い物と歩行者天国ってことです。なのでまあこのところ今まあ10時金曜日だけどね、花金だけど、まあ今このご時世からあんまり人来ないんだけど、他から観光客でね、この通りが3条あたりが多いですね。3条のあたりがで、3条からちょっと左側とか5丁目とかね、行くと結構そういう夜のお店があるんです。まあ一番3密を避けないといけないんで、利用はもちろんしませんし、ただ外見を見るだけですけどね。まあこんな感じで、ここのところホテルウィングってありますけどね、結構立派ですねこれね。だから旭川来られる方はまあここのところの周辺のホテル泊まれる方も多いと思うんだけど、1畳2畳3畳ということで、そのあたりここのところの歩行者天国が結構なかなか素晴らしいですね。でタクシーも結構暇してるみたいです。なんでここのところ見ていただいてね、椅子が結構あるんですよ。でずっと伸びていくんだけど、あっちが2畳通り、1畳の方かで、こういう感じです。でこんな感じでずっとこの歩行者天国が、1キロぐらい8畳まで、8畳通りまで行ってるということであります。今撮影してるのはソニーの 4K のビデオカメラ、ヒデアの IX100 で撮影してるんですけど、無編集でね、そのままノーカットでやってますけど、ここのいいところはここの伸び方、このズーム見てください。これズームでブレ感がなく自然に滑らかな感じで伸びていく感じ、伸びたり縮んだりする感じね、こんな感じです。旭川というか初めて来る年ですけど、まあこんな感じですね。ここのところはみんなぜひ旭川来るときはね必ず来ると思うんですけどね、